はい、今チャレンジしていることは紙コップで急須を作ろうとしてるんですけども、その、商品作りとあと特許の取得ということを今チャレンジしています。チャレンジを始めたきっかけはまさに東京スタートアップゲートウェイの参加というところで、気づけばファイナリストになっておりまして、もう逃げられない状況になってますので、はい、やらせていただいております。はい、結構たまに忘れちゃうんですけども、怒るな、威張るな、焦るな、腐るな、負けるなというこの5つの言葉がありまして、まあ若い時は負けるなとか腐るなとかっていうのが結構響いてたんですけども、最近は怒るなとか威張るなみたいな、結構人生を行く上では大事な5つの言葉かなというふうに思います。ですね、前職である、会社に行った時の会社の入り口に書くんで掲げられてましていい言葉だなと思ってメモしたのがきっかけですね。まあ、本当に始めた時がスタートですので、始めないと何も始まりませんので、まずチャレンジするというか第一歩踏み出すということが必要かなと思います。まあ、そのきっかけが東京スタートアップゲートウェイだと思いますので、まあ、これをきっかけにするのがいいんじゃないかなというふうに思います。